はい、舞姫大学特別講義月収100万円のコーナーでございます。あの月収100万ってね、あの普通の人が行くんですよね。というのが普通の人って進化成長するじゃないですか。だから目指したところには、まあ、必ず到達しますし、到達しなくても近いところまで行くんですよ。ですんで月収100万目指して、あ、60万だったね、55万だったね、40万だったね、それでもやっぱりね、どうせ無理っていうスタートラインに立つ普通の人とは大きく差を分けることになるんですよね。まあ、ですので最初の分岐点っていうのは、でもできないかもしれないとかね、今からじゃ間に合わないかもしれない、もっと早くから始めておけばよかったっていうふうに自分の思考に対して否定から入る人は、まあこれはその時点でもうつまずいちゃってるんですよね。まあでもダメかもしれないけども、とりあえずやってみようかなっていうふうに今日一歩を踏み出す人って早く結果が見えるんですよね。良きにつけ悪きにつけ、でもどっちも普通の人なんですよ。あなたは特別な人だから成功できたんでしょっていう風なね、言葉も逃げなんですよ、ね、普通の人が普通じゃなくなっていく過程を進化成長っていうわけじゃないですか。じゃあね、生まれたばかりのね子供とか2歳3歳の子供、どこで特別だっていう風に分かるんでしょうかね。5歳10歳ですかね。そうじゃないんですよね。自分は普通の人だけども、だけども選択肢を広げてみようかなとかね、自分のやったことがないことに挑戦してみようかなというふうに思うから、そっちに向かっていくんだと思うんですよ。これまた手前味噌なんですけども、あの今私 AI アートがね売れてるんですよ。でこの取り組みっていうのはまだ半年ぐらいしか経ってないんですよね。でもやっぱりね、1万枚ぐらい描くと、通常そのライターさんっていうかね、絵を描いてる人の一生分以上の作品の出品数だと思うんですよ。だから量で超えることは今テクノロジーの力でできるんですよね。あとは確率の問題で、1万枚ぐらい出品してね、発表したらそれはね、10枚ぐらいは、あ、これいいね、買いますっていう人出てきますよね。でも一生懸命ね作品作っても、生涯で作る作品が500枚とか600枚だったらどうですかね。その確率ってすごく低いと思うんですよ。結局売れずに終わるっていう人生が、そういうふうにね、自分の能力を高めた方に訪れないってこともあるんです。じゃあここでね、能力についてちょっとお話を変えてみようかと思うんですけども、能力っていうのは何もね、自分の内側にあるもの全てが能力じゃないんですよ。まあ、例えばスマホの力を借りるっていうのも一つの方法ですよね。通常は人とコミュニケーションを取るのに、その人のところに行かなくちゃいけなかったり、手紙を書いたりしなくちゃいけないっていうところがありました。でも今は文字を打つことによってコミュニケーションってできるじゃないですか。だからこれはテクノロジーによって人とのコミュニケーションが加速したってことになるんですよ。で、こういうふうに自分の能力を外にあるものに求めて、そういったことによってね、あの本来だったら1しかない能力を1000、2000にできる、まあ、それが現代社会なんじゃないかなと思います。ですのでテクノロジーを使うことによって余裕な時間をたくさん作ることもできますし、あの余裕な所得をたくさん広げることもできるんですよね。普通の人はこう考えるんじゃないですかね。だってそのスマートフォンってあるわけでしょ。今 iPhone ありますけども、なんでこれを買うのかって言ったら便利になるからでしょ。でもスマートフォンを持った挙句、自分の時間が失われて所得も上がらないって人が大半なんですよ。これはそういう人は持たない方がいいんですけども、持っちゃうんですよね。結局スマートフォンも自分の人生を拘束されるのか、レバレッジとして自分の人生を自由に使うのかってことによって大きく分かれてきますね。まあ、昔から言いますけども、バカとハサミは何とやらって言いますけども、ハサミだってね、上手に使えばさまざまなものを切り取ることもできるけども、人を傷つけたり自分を傷つけたりもしてしまうんですよ。だからこういったテクノロジー同じですからね。このスマートフォンによって精神を病む人もいるわけでしょ。でお亡くなりになる方もいるでしょ。でも寿命を延ばす人もいるわけですよ。つまり元になるのは自分の平凡な能力をどこにどう使うかになってくるわけなんですよ。そう考えていくと、月収100万とは言いませんけどもね、所得を毎月10万、20万伸ばすのってのはそんなに難しいことではないのかなというふうに考えます。はい、じゃあ今日はね、舞姫大学月収100万の講座を私の方からそろちょろっとねお伝えしましたけども、皆さんにはどのように響いたでしょうか。それではナミさん、続きはよろしくお願いします。